これできてたの。セッティングが。もうで第1回のプログラムはもう翼さんと決めてたから、あの面白 TV を復活させようっていう話よね。だからまあなんかこの間ちょっといろんなトラブルとかファンタスティックとかがあって、あの来れんかったじゃないか、うん。だからちょっとそのままになったんだけど、まあ、こんな感じですよ。すごいっすね。毎月来るの？何個来るの？3から4。それはたまるわな。で作るのは1ヶ月に1個作れる。そうですよね。だから年間50個ぐらいは来るの。で作るのは10個程度だから、と40個分はたまってるから、もう3年コロナになってからずっとやってるから、それをね、あのでかいの3、4年やってるから。これ何？これユニコーンペリフェクティビティ。うわ光っとる。イエース、ちょえかっちょえかっちょえ。これ百式した。え？百式？百式金色のやつね。金の百式だね。かっちょえ。はい。ということで始まってますよ。あ、はい。抗菌ないね。抗菌なくなってもこれになってるから。すげえすげえ。はい、始まってます。ついに。面白いテレビが復活するようになりましたね。いやまあ聞いてなかったんですけど、あの頃の、まあ、面白いかどうかって言われたらね、うん、でもあの自分で見て結構笑ったんだよね、うん、あれがね、もう YouTuber の走りだと思う。もう全然後でしょ。確かに。確かに。いや、そうですね。みんなもうこっちは始めてたんだぞっていうことを長々で言いたかったんだけど、まあ、そんなもんあんま興味なかったんだ。だけどまあいろいろこうね、いろんなことが起こって、うん、ここでスタジオ始めて、この2人で始めてね、いろんなことが起こって、いろいろなこうものがいろいろ広がってコロナになって、うん、コロナになったっすね。で、うん、でもう一度ここがね、この倉庫になったから、いやこんなことじゃ面白くないっていうことで、でも面白 TV をもう一度復活させようっていうのに、まあ僕はまあネタがプラモデルぐらいしかなかったんで、とりあえずプラモデルを極めようと思って今ここであの極めてますわ。ね、塗料もね、塗料もいいっしょ。あ、で、あ、誰ですか、あなた。あ、翼です。翼です。戻ってきました、翼さんが。今日はね、大変だった。いや、疲れたね。疲れた。もうね、好きかって言うやつ多い。どうにも。ね。ね。まあ、明日もあるんですけどね。はい。ね。もうね、だから、その前、去年来てもらって、11月ぐらいから始めて、ほぼ毎日更新してる。これ、面白 TV。面白 TV。で、ほぼ毎日、100人ぐらい増えたかな、この半年ぐらいで。あの視聴者さんが。あ、すごいじゃないですか。で毎日みんな聞いてると思うんですよ。お、翼さんのなんとなくを。ありがとうございます。その情報人です。まあでもね、はい、ね、はい、あれは値段は言っちゃいかんすけどね。はいはい、うん、何のいくら入るの？80円だよ。80円し、手数料は引かれて、そう、80円、90円、手数料入れて90円。ね、だからまあこれがどんどん10倍20倍30倍になってくれると、ね、我々としてはね、ちょっとずつプラも買うお金になってくる。今ははっきり言って赤字ですけども、まあでも、まあ、そういうことじゃないんだ。そういうことじゃない。そういうことじゃない。こういう男はやっぱりいくら使ったかを誇る。そうですね。いくら稼いだかとかそういうちまちましたことあります。いくら使ってどんな無駄にしたかってっていうのが美学。じゃなきゃ V8 のエンジン作れたっていないでしょ。 V8 は今もうないですね。え、うん、V8 8000cc みたいなエンジン、 V12 とかね。ね、でも V6 の 3.5 リッターのエルグランド。なかなかいい走りをして、あの、俺プラモデル買ったもんね、そのために。あ、本当だ。ね、まあいろいろあるね。いや、そう。あ、で翼さん、あの明日これやってもらうときにカメラ、今から4カメ4に押してこうやってやるとこ4カメ4カメ、これ？ 4 カメ今5プロです。あはは、はい、いや、3光ってるのはね、ね、中で黄色が次に来るから、3が次に来るから、3にするとさっきの
さっきもやりましたで1カメにすると、あ、1にすると次1が来ますよ。1の方、1の方です。あ、これ映画のやつだ。そうそうそう、これあの、そういうの。うわ、きれい。で、2にすると、ここは全部とかこれ、何を作ってるか、おお。え、ちょっと待って、じゃあ、3を押したら、はい、で、次3にしたかったら3にして、はい、で、2に戻したかったらそのまま2と3のフェーダーに4にしたいです。4にしよう。4にして、で、フェードを動かすと4になる。4は僕は。はい。見て、この。あ、トロフィー。これ、我々が最優秀賞。最壁なんだ。あの、今日行ったところで最優秀賞した。で、これは優勝ですよね。もう、話し尽くせないぐらい多分ネタがあると思うんですけど。10万円でしょ。あれ全部プラグイン使ったもん。いや、未だに使ってます。いい使い方してますね。あの飲み台に使わなくてよかった。いや、そんなに飲んじゃうんですよ。ね。本当に飲んじゃうんですよ。飲んじゃう。これ1にしたら。1にしたら1に。ね。で、これこのまま今から引っこ抜いて明日ね。なるほどね。いいですね。これだったら今次4に行く。次4。2点目つけて。もう戻った。まあ1だったら1、うん、あ、1だよね。2します。じゃあ 3だと後ろ向けたら、いやさっきね、さっきね、うん、うわ、すげえ。はい、なんでこれがあの明日の現場の仕事ね。現場の仕事です。真ん中だったら両方行くって。あ、そういう。うわ、すっげえ。面白い。で、どうですか、この久々に来たここは。いや、なんかね、やっぱね、匂いは変わってない。ねえ、あの時のこのなんかでも綺麗なんですね。ちょっとプラモデル。ここプラモデル入れたんですよ。いや綺麗になった。もっとめちゃくちゃだったよ。もっとめちゃくちゃだった。あのゆうさんが一番最初にここ来た時、我々の飲んだ酒の缶が床に散らばってて、足の踏み場もなかったらストロングチューハイね。そうそうそう、ストロングチューハイ夜な夜な飲んでたから、夜な夜なここで飲んで、あれのせいで体を壊したから。そうね、訴訟本当に訴訟だよね。毎日飲んでた。毎日ここで飲んで頭痛いって言ってましたね。ここの、そうそう、ここのだからスタジオが始まった時の最初期メンバー、いやー、ようやく戻ってきました。毎日いたし、毎日いたしね。うん、何回やってたんですか。ね、遊んでばっかりいたけど。まあ今でも僕はここで遊んでばっかりいますけど。いやー、はい、いいじゃん。なかなかいい。ギャンじゃん。ギャン、これ最近出たギャン。あ、そっか。でも前のギャンって盾があった。そうそうそう。これ最近あのあれであの映画が1月にあって。ギャンシュトローム。オックたちとその映画公開日の朝一見に行ってるからね。朝一見に行ってここでまたあの YouTube 撮ってるから。興奮して、いやーすごかったねって言いながら、そんなことやってるんですよ最近は。いいっすね。ね、懐かしいな。ここにあってね、うん、サンクラの、そうそう、ここがサンクラの宅があって、うん、でここでオペしてでっていう風になったんですけど、もう今ここに塗装ブースがあって、換気扇も、ここが換気扇でもう一回。これ本当は50歳の誕生日に車欲しかったんだけど買えなかったから、誰にも家族にも相談せずにポチりました。ブース？ブース。いくら？当時はね5万ぐらい、5、6万だった。で今なんか値上がっちゃって高いの、ね、材料費がで、こんな大きいと思わなかったからさ、届いてびっくりして、こんな業務用じゃんみたいな。ダクトも、そう、ね、でこっちの外出す工事とかするから、穴開けたんですよ、うん、でだから穴はね、あの開いてない、あのスタイロフォームに穴開けて、スタイロフォームがかあのガラスのところ開けてそこに貼ってあるからな。で、まあ CD の倉庫だったんだけど、せっかくだカメラもあるしさ、で向こうの住んでる家の娘の部屋にプラも積んであったんだけど、小学生になるときに処分してって言われて、処分しなきゃ捨てるよって言われて、それはいかん、それはいかん。でもう一年放棄して全部持ってきた。持ってきて、まあせっかく持ってくるんだったら
こういうカメラもあるから番組作って、そこに自分たちの音源貼って1円でも儲かりゃいいじゃんっていうつもりでやったんだけど、まああんま儲からんけど、80円も、まあ、80円にはなってて素晴らしいね。80倍ですよね、うん、もうちょっとこれが何年も続いてってね、トータルでプラマイゼロになるように。そうですね。だからディリップさんもこの間来たし、アリも来たの、この間ここにアリその時の CD でアリも来た。アリがあのアメリカからカメのためにガンダムを買ってきてやったって言って、持ってきたのがそのこれ、ああそれ、これあれでしょ、うん、トランスフォーマー、そうそう、これそうね、ああこのマーク、そう、あいつはしきりにガンダムだって言ったけど、すごいじゃん、ここあ、そしてなんといってもここほら守護神は豆腐親子ですからね。デビルロボッツ、デビルロボッツ豆腐親子ですから、これね、ないよ、もうないよ。これ翼がここに置いてたやつだですよね。ずっとここで守護神やってます。いやー懐かしい。いやー時間が経ったけど。10年以上かな。子供が生まれて10年だからね。そう、我々が作ってたのは12年ぐらい前。アリが来た時もそんな話をして、12年だねっつって。そうですね。ワールドツアー行ったねっていう話。入れずに入れたねっていう話だね。そうですね、入れずに。それを仕切りに言ってましたから、ね、言ってた、俺はタトゥーを入れるんだ、ね、そうですね、ATM があるから下ろしてくれって言って出れ真っ白な真っ青な顔して帰ってきてたの、うん、これ入れてたよね、あ、そう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 、ここに、ね、入れてた、ここに痛いって言ってた、うん、どうだった、ペインって言ったペインって言ってた泣きそうな顔しとった、泣きそうな顔しとった、難しいね、たまにライブもやるね、ここで。あ、そうなんですか、うん、ああいうマシンライブとかさ、音源やったりとか。へぇ、いいっしょ、いいっすね、うん、いいじゃん、いいじゃん、あの、若手ラッパーが来て、あの、ビートボックスみたいなやつでビートやって勝手にフリースタイルやったりとか。いいっすね、なんかそんなことをやってますよ。まあでも、あとは大体俺がここでプロも作ってるだけなんで本気で、本気で、結構本気で組がけ、もう、ほぼここでみたいな、本当だ、タングステンタムでも全部そうで、ね、タミヤのね、ボンドがめっちゃいいんですよ、ね、ここまあ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 、まあまあ、書いてください、これはね、あこれでしょ、これだよね、これこれ、俺これやっぱね、ここだけはやっぱ賞賛に戻れるなんだよね、やっぱりね、この匂い ね、このクラブの箱開けた時とかに、ね、しまって、そう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 、バキバキに固まったりして、そう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 、あ、で、あ、しまったな、置いてきちゃった、翼さんが作ってたあれがあったはず、アッガイがあったはずだけど、置いてきちゃった、茶色いね、うん、あれも完成させたからね、綺麗になっちゃった、綺麗になってる、素晴らしい、うん、また作りましょう、だから作らなかんすね、うん、作らなかん、ね、作ってくれんと、ここの在庫減らないから、俺が死ぬまでにここをなくすっていうプロセス、まあ、バイト雇ったのバイト、ガンプラ作らせるガンプラ、いや、あの絶対仕事にしたくないのよ、ここの、あと売りたくもないの、高くなるとか安くなるとかそういうのも嫌だ、ここに来て自分で、そうそう、作りたい人はもう何を作ってもいいから作ってっつってっていうのと、か、あの金の話はあんましたね、なるほど、ただ大変なことになると思うよ、きっとね、だけど売りなさい、やっぱリアルグレード、うん、あっちはリアルグレードだね、マスターズ、マスターグレードも揃ってるし、で、やばいのが、あの今色がついてないやつ、 あれがもう悪魔の、悪魔の所業なのあれがプレミアムバンダイ専用ってやつで、ああお店で売ってないか、あ、そうなんですか、そう、で、こういうプレミアムバンダイのサイトの上でしか売らない、で、これが11時発売とかっていうのがその日の朝分かって、やべやべ、買わなきゃとかやるんだけどこれ1分には売り切れるわけよ、でもすぐ1分に売り切れて10分後に、あるよ、10分後にはアマゾンとか、あの、転売、転売やってるわけ、せっこい奴らが多いわけよ、今日本は、まあ日本人じゃないかもしれないけどね、そういうことじゃないだろう、そういうことをしてほしくない ね、だから純粋に俺はバンダイは応援したいよ、だからバンダイからしか絶対買わないし、スターウォーズみたいになってほしくない、ディズニーに買われてみると思うディズニー100周年とか言って9時やっててさ、
ウォルト・ディズニーが作ったのなんか入ってないっすよ。マーベルとかさ、スター・ウォーズとか。それ、ルーカス・フィルムだろ。金で引っ張ったきゃ何でもいいのかと。そういうの嫌なの。だからもう、ガンダムのこのコンテンツは絶対に日本から出さないぞと。俺らが買って応援するぞってっていうのを貫いてるチャンネル。後半でしょ。俺はバンダイに行った方がいいっすよ。バンダイの人見てるの。バンダイの人見てて、もう仕事は振らないでください、僕は。仕事にしないいやね、こういう心意気だよね、この日本の誇りですから、ね、バンダイさん。でも、ちょっと唯一羨ましいなと思ったのは、シーモが、シーモさんが、ライブでガンダムのネタのトラック作ってたのよね。それオフィシャルですかって聞いたのよ。うん、俺パチンコ台のあれやってたから、その時に許可が出たんだよねとか言って、あーみたいな。すげえ、ね、さすが、ね、やっぱ好きって言ってること ねモンハンの曲もやったしね。 あそうか、ね、アルバムなんかやってましたよ ねやってた。小坂大魔神みたいな。ね、だからまあ我々もガンダム大好きなんで、ガンダム好きです。曲のあれもらったら嬉しいね。でもね、いやーそうですね、いい曲作り、いい曲作ります、ね。いやーでもね、あでも彼がなんとなくのテーマを歌ってる彼ですからね。なんとなく歌った、なんとなくを本当はやってもらいたいんですけど、うん、いやでもね、ガンダムのファーストガンダム、うんうん、終わりの歌が好きなんですよ。いいよね、あれ、あれアムローブリみたいな、あれがいいんですよ、ね、あとタッチの終わりの歌も好き。タッチ青春。最近ね、俺ね戦隊ものを聞いてんだ。俺のサブスク見る。戦隊ものっつったらやっぱ僕はバイオマン。バイオマン。どえらかっこいいの。知ってたやん。バイオマン。バイオマン。バイオマン一番好き。ボコーダーなんだよ。ボコーダーなんだよ。聞いてみる。聞いてみる。あでもあれかな。あ、そうか。一応。あ違う。バイオマンじゃない。デンジマンだわ。俺が好きなのは。俺バイオマン。あ本当。デンジマンがかっこいい。でもかけると多分これ使えないから。そうですね。うん。まあ。で、やっぱね、ゴレンジャー、ジャッカ電撃隊、バトルフィーバー J、デンジマン、で、サンバルカンなのよ。で、我々の時代はサンバルカンで、俺小学校の時踊り踊った記憶があるから。サンバルカン？サンバルカン。で、サンバルカンの後がバイオマンなのよ。あ、違う、バトルフィーバー、あれじゃん、ゴーグル5が来てバイオマンだ。バイオマンは、女の人死にますよ。そうだよ。で、この辺も結構死ぬのよ。で、パクられて役が変わるとか。パクられて。で、サンバルカンは小林亜生の息子が出てるのよ。へぇ。バトル、サンバルカンのパンサー、小林亜生の息子なんだよ。すげえ。そしたらちゃんと小林亜生が、ストックベストゲストで出てるの。たくや。まあでも。亜生パワーですね。亜生パワー。でも、この初期の戦隊ものの音楽今聴くとめっちゃかっこいい。ちゃんとした人がね、多分ちゃんと考え方で作ってるんですよ。でフィラデルフィアソウルなんだわ。マジか。もう弓が違う。ちょっと後で聞いてみる。一回切って聞いてみるか。じゃあここから今から視聴しますんで。デンジマンかな。やっぱ一番かっこいいっていう。プラモまでパッとでサンバルカン、それでサンバルカンとそれで思い出しちゃったんですね。思い出しちゃったの。最近こればっか聞いてジム走ってんのよ。あ、これあれつけて、うん、だジャッカー電撃隊も好きで、これもかっこいいんだよ。灼熱ビーチ、yeah, yeah, yeah, yeah. 何もかも
かっこいいじゃん。かっこいい。かっこいいじゃん。このさ、ドラムがかっこいいのよ。かっこいい。で、ジャッカー電撃隊が77年かな。で、バトルフィーバー J が78年で、で、79年デンジマンなんだけど、で、79年になるとやっぱガンダムと被るわけよ、本放送ね。で、デンジマンからちゃんとドラムが、あの、エレドラになる。で、あの、ちゃんとあの、マイケル・ジャクソン風のあの、で、ボコーダー使ってくれ、バンバンバンバラビーやっつって。やっぱ、やっぱその当時の最先端のものなんだよね。で、今聴いてもかっこいいし、で、俺やっぱりこの年代にこういうものを聴いて育てたんだけど、今でも音楽をやってる時にいいなって思うのってこの辺なのよ。染みついてんだと思うことに今この弱い50になってから気づいてまだルーツなのね。ルーツねっていうことにね気づいちゃって、いやそういう話をね延々とここで若い人とかね、こうやって翼さんとか話しています。何がいかんかっていうの僕は知らん。あ、買いに行きます。今からで面白いでしょ。ここ面白い、面白いんですけど、僕はシラフでいること自体が珍しい。珍しい。え、でも昼昼飲んで昼って行こうかって言ったら、いや行かないっすって言って、行かない、どうしたって思って戻ってきたらもう飲んでた。いやなんかね、いや、まあ、いや一応ね、昔はだからここに酒の瓶が山積みだった。毎日ね、ね、ここで。あそこがた、あの、翼ブースだ。そうそう、ね、もう、一時の山で埋もれてます。缶をね、置きながら、飲みながら、ね、ひたすらやってたからな。うん、まあでもよかった。あの、今日呼べてよかったし。うん。面白いですね。ちょっと今度はもうちょっと気合い入れてこんといかんすか。ちょっと今日ちょっとサプライズ的な感じ。そうそう。なので、次は、まあなんか、これも含めてね。そう。なんか、レコーディングついでとか。ああそうね、大阪ライブツイー。あ、そうですね。そのまんまこれ撮ってそのまま大阪行って大阪ロケに行きました。そうですね。四万十川に缶を乗りに行きました。行きたい。四万十川の四万十うなぎが美味しいですね。いや、じゃあ食べに行きましょう。うなぎ食べに行きましょう。で、まああとはやっぱなんといってもね、この面白 TV 時代もやってましたけど、バンコクロケね、アリつけて、アリの嫁さんね。で、見てないんだよね。ああ、そうか。ここであの動画撮ってるから。アリ、うん、ね。アリ、アリが僕の前に乗ったんですね。で乗ったね、飛行機。その時のね、もうあれもう隙間、座席と座席の隙間がもう俺覗いてたね。もうね。作詞です。作詞だ。だったパスポート の生年月日が消してあってバレたらいかんすからね。で、ほらさっき言ってた、この多分これの放送の前ぐらいに出てたと思うけど、マイヤーズロックの絵に新しいダブエンジニアが入ったって言ったでしょ。その人もともとゲイリーズであの PA やったらしくて、で、あの、このアリが来た時の放送をやったら、バンドの練習来た時に、神さん、アリ知り合いなんですね。僕、ゲイリーズであの人のピエやってました。ああ、そっか。歌ってましたもんね。そうそう、あの人、ゲイリーズ、そもそも最初ドラムできたんだよ。アリ？アリはね。で、ドラマーで入って、そのまま歌って、で、戻ってきましたよ、あの人。ゲイリーズの人たちみんなそれですからねーって言って、詳しく言えないけど。ね、そうか、もともとドラマーなのか。もともとドラマー。まあ、また曲作りに来るらしいんで楽しみです、ね、あのあれね、花歌2を作る。じゃあバース考えてみよう。ボケができたらください。はい、わかりました。ていうかね、12年ぶりに聴いたのよ俺あれ、うん、したら花歌2、花歌あれバース翼さん歌ってるから。そうですよ。 あいつ歌えずに歌えないんだって言ってました。なんか翼なんか歌えとか言ってって言われて、俺もうすっかり忘れてて、それ。そうそう、その時に、うん、そうで、俺ここでなんかリリック書いて、うん、秋ソロ風にしようって言ってで、そう、秋ソロの CD 聞いて、あ、なるほどとか言って。あれ、翼さん歌ってますか。僕歌ったんです。全然、だからライブで彼はあれは歌えないね、寂しい、ね、うん、そう、サビも怪しいけど
あのオートチューンでね。オートチューンでね。歌ってたんでね。まあいいや、そんなことが12年ぶりに起きたんで。面白いですね。ね、トランピック。ね、うん。いやいやいや、まあそんなそんなことやってます。じゃあ次はね、じゃあ次はじゃあ気合い入れて、気合い入れてちょっと面白動画、面白いことしてみて。はいはい、はい、だってこれ今日はもう面白い TV になってるからね。ですよね。だからなるほど。テーマソングはあのあれがパー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 が今流してます。よかったよかった。あれがいいよ、あれがいい、あれがいいよ。あのなんだろうな、ずっこける感じ、ずっこける感じね。で、あれあのセッション探したんだけどないんだわ。あれあの BT セッションが、うん、だから自分の YouTube であれかけて取り込んで、であのループで今切ってかけて、なるほど、大変な作業。いやでもだからこそやっといてよかったの。そうやってパブリッシュしといて YouTube だろう ね、残ってたっすね。残した残った、まあ、なんでこれダオンっつってね。子さんのあのうちのあの視聴者の方はね、翼さんのあれも見てください。まあ、そもそもそれで始めたプロジェクトだったし、あのここでスリッパをこう、あ、そうそうそう、ね、あれ未だにできてないね。あ、未だに12年やってますけど。じゃあ12年ぶりのリベンジで、そう、家でもあれやるんですよ、うん、できない、できない。多分いいスリッパ買ったらできる。いいっす、そのためのいいスリッパ。ビルケンかなんかの、あ、ビルケンしとくか、重いやつね。そうね、そう。でも、なんですかね、まあ、じゃあそれ今度やりましょう。そうしましょう、うん、スリッパをいっぱい持ってきて、うん、どこのスリッパが一番いいかっていう。じゃあクワガタも取りに行かないでしょ。山ゴキブリがいい。ね、で、あの、ナマズも釣りに行かない。あ、そう。あ、クワガタであれですけど、今僕の家に大クワガタいます。あ、マジで？取ったの？いや、もらいました。あ、もらった。で、メスがね、今、まあ、オス死んじゃったんですけど、去年、メスは冬越したんで。で、今、卵産むかなと思って、木置いたら、めっちゃ穴開けたんですよ。あ、産むかもしれない。じゃあここでまた多くは孵化したら持ってくる。あ、持ってくる。この、この辺に入れて。ああ、いいね。色もつけましたね。力あるですよ、そうしよう。あと何やったっけ。あ、ジゴロとサビだね。あ、言ったジゴロ、ジゴロ、ジゴロがポックって出てくる。あ、そうそうそう、もう誰もいなくなる、ね、そうそう、ジゴロとサビ、ワリーモンね、うん、言ったな、ね。ジゴロのお店とかクリパのお店とか、またちょっとゆっくり来てもらって行きましょう。そうですね。面白いやついっぱい言ってカメラ回しながら。カメラ回してね。よいしょ。そういう感じで、今日はちょっと喋りすぎて。ジャブ、ジャブで。ね、はい。また来てもらいます。また来ます。てかまあ、あの僕多分死ぬまでここでやってますんで、いつも。ね。僕もまあ、時間は作りやすくなったんで。ああ、そうだよね。そういうの。まあ、ね、あの、親族も今いることだし。そうっす。ゆっくりまで。親族ってね。親族の家に泊まるのって微妙ですよ。分かる。ね、うん、気使うんですよ。そうだね。今ね、もはや。そうだね。そう。だからここの方がいい。ここが一緒。別にここ、あの、最悪寝るそう。そうそう、ここで寝れるし、まあ、上も、上もあるし。ボイラーの入れ方も聞いたし、ね。聞いたし。全然余裕。ここで、うん、余裕なんですよ。はい。そういうことで、ちょくちょく来てくれるそうですけど、よろしくお願いします。また、あの、ね、12年の、この暦が一回回ったのを経て、もう一度そうですね、またいろいろやっていこうかなと思います、うん、やっていきます。あの、赤い作ろうと思います、ね、曲も作ってね。あ、そうそう、曲もまた、ね、再開して、ね、やなんかちょっとずつやっぱ子供に手がかからなくなってきて、そういう時間もできて、そうですね、ちょっとね、本当やっていかんかなって言って、ね、ずっとやれてないんでね、はい、いや、ずっとあの使ってますからね、なんとなく。ありがとうございます。あれ、いいんですよ、新曲作らんね、新曲を、新曲待ってます、ね。あれは僕はもう畑だけ作ってとりあえず投げますね。はい、お願いします。はい、そうしましょう。はい、ということで、翼さんでした。ありがとうございました。いいね、本当にこれがやりたかった。ずっといいですね、カメラをつまって